ちょっと、オッケー。オッケー。はい。花子にラーメンおごってもらいました。はい。仕込みがありますけど。はい、普段食べないラーメンおごってもらいました。ありがとうございます。あのすみません、僕もあの普段おごらない僕が、ね、はい、もう明日雨降ったら怖いわ。いや降りますよ明日。ということで僕が本当に今から手伝いします。はい、バラバラバラバーンバラバラバラバーンバーン。じゃあメントス。はい、メントスラーメンでした。今からメントスラーメンやります。メントスわかめラーメンやります。僕の方ですね。なんでこんな入れたらもったいないやん。ねえ、これやめとこ、これやめとこ、もったいない。そんなあのね、あの今度タッキーさんにまたタクティさんメントスソーダ、ソーダのために買っときました。あとでソーダやる。なんかまた根性ダメにするんですか。もうボトボトになるからね。もう T シャツも今日おにゅうおにゅうやから今日はもうどう3分経った。はい、経ちました。じゃあいただきます。いただきます。僕はなんか田中坊の動画もう 100% 出演俺やねんけど。そうなんですよ。焼肉も僕ね、焼肉もなんかもうもちゃもちゃ食うとったな俺。いやいや、そんなことなんかさ、なんかねやっぱ何やっとっても爽やかですね。爽やかに食っとるけど僕の声がもちゃもちゃ。でもなんかこの辺歯に詰まって、まあ、やっとったやっとったシーシーやってました。じゃあラーメンいただきます。僕もいただきます。わかめ、わかめ、わかめ好きな、わかめラーメン好きで、わかめラーメンのこのわかめのこのあのふやけ方、もう量が好きです。なんかまだあの坂戸のところのラーメンショップ行ってません？山岡やろ。違う。坂戸の。あ、行ってない、行ってない。うん、ラーメンショップの方。どう？いや、まあ、僕もただたった1回しか食べてないですけど、あそこのあのわかめの質がやばかった。超美味しかった。あ、美味しい。超美味しい。マジで。もうわかめめっちゃうまかったです。わかめでうまいってなかなかないっていうか、あの言わないですか、そんなわかめうまいわーって。ラーメン屋でわかめうまいわって言うても大将そうな近くはいや多分。いやでもあそこはそれぐらいのこだわりがあったと思いますよ。いあかもしれんな、店長のこだわりとわかめね。うちはラーメンよりわかめがうまい。でもね、さっき言うたなんかさんの言う方ですよね。いやいや、うちわかラーメン屋でわかめうまい言われてもやつですね。ほんまにね。まあ俺が店長やったらそうかそうかしか言わない。へえかね、うん、そうこうか、そうこうか、ほんまに美味しいな、カップヌードル。そうですか。うん、なんかほんまに年で言うてはカップラーメン食べる何年ぐらいですか。何年に 2,3 回、うん、3ヶ月に1回ぐらいじゃん。3ヶ月に1回、2ヶ月に1回としても、はい、年に6個か。うん、そんなもん6個ぐらいですか。あれですね、うん、経済のあのカップラーメン消費には全然役立ってないですね。経済回してない。回してないですね今の。今のさ、あの答えいうか、あのあれを聞いたら経済回せれてないですね。もっと食べるわこれから。食べてくれます。カップラーメン業界をちょっと上げていってくれます。いやだってここ最近カップラーメン、あ、なんか自分で喋っとって嫌なこと思い出した、うん、この前ね、うん、カップラーメン食べとった、うん、カップラーメンを積んで走っとったらね、うん、観音がパクパクしてたんですよ。あれほんま、それラーメン悪くない。いやそうなんですよ。あのね、あのほんま開かんでよかった思ってね。なあほんまに、ほんまに。でもいただきます。はい、いや食べとって食べとって、うまっ。俺が、はい、年に10個食べるとしようや。はい、なんならまあ1人日本人が、日本人 国民がな、はい、1人10個食べるとしたら10個かける1億5000万人やろ、はい、10万円200万1000万1億はもう1人10個食べるやん、はい、1人10個食べて日本の人口1億5000万人がラーメン食べたら、はい、何個年間何個になるか分かる。年間10個でいいんですか。年間10個で1億5000万人食べたら、ね、うん、単純計算かける1億5000万人か、ほんなら電卓叩いたら計算教えた方が、はい、1.529 これ正解ですね。これ正解で、はい、1.529 やね。 1.519 だもんね、うん、1.519 だもんかなりやね。
何なのその単位は。知らんや、俺初めて見たわ。1.5EQ。 ねえ、何なんすか。でも1億5000万、日本の人口1億5000万ぐらいはいます。あ、もう今はいないんですけど、1億人は余裕で超えてますよね。1億人はおるよ、まあ、1億5000万としてもかける10やから、はい、うん、ななお前だ、15億個。あれじゃないですか、え、もう昔でいうブルゾン千恵美さんよりは足りないじゃないですか、うん、35億でしたね、うん、ほんだら15億個かな、10万、100万、1000万、1億、10億あかん、この電卓10億計算するときは横にしてなあかんねん。いいね、あー、すげえ。これな、これな、電卓な、はい、1、15億から、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、10億できんやろ、はい、でもこれ横にしたらまだまだできちゃうよ。10億計算できない、はい、すごい、しとった。もう知らなかったけど、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、15億やろ、はい、で、もう一個ゼロかける1人10個で、はい、だから10、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、150億やんか、150億個やんか、10、15億やから150億個、150億個を割ることの1ケース24個入ってるとするやん、はい、ほんだらケース数で言うたら10万、100万、1000万、1億、6億2500万個年間出てるんですか。いる。もう一回あの 15EQ 出してもらえません。だからもうあの横でも 15EQ なっとったんですかね。え、15億やろ、 10万100万1000万1億10億。あ、もうこれで、これで、あ、じゃあ俺かけるでやって、10かける、はい、かける15億でやって10万100万1000万1億10億10億、計算できるんだったけど、わにしたら 15EQ、 1.5EQ。 横にして計算したらちゃんと出ますかね。あ、出た。あ、これが正解ですね。正解、うん。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10、15億。だから横に出たくする。iPhone を計算するときは。なんかあれですね。新たなまた発見できましたね。ほら、もう電卓、ほら、機能がまた増えんねん。こんな、ほら、こんな機能が。わかる？なんか知ってました。俺らが一生使うことのないような。ボタンが出てくる。ポケットコンピューターみたいですね。みたいになるやろ。はい。なんかでも初めて知ったんですか。いや、もしかして知ってました。俺 iPhone 何年持ってると思う。 iPhone さっきの4、うん、その前ってありました。電卓、いや iPhone 時代です。あ、 4S の前。はい、 4S の前はなかったんちゃう。あ、ほなもうあれ初期なんですか、多分 iPhone の。iPhone3 っていうのがあったんですね。あ、いや、ちょっと待って。初期の iPhone は、初期の iPhone、 初期に13年前に発表された初代の iPhone はこんな端末だった。うん、うん、あ、2007年違ってね。あ、あの全然僕は見覚えも何にもないですけど、俺もないわ。さっきの iPhone4 の方がかっこいいですね。かっこいいな、かっこいい、洗礼されてるな。うん、これは なんていう、 iPhone 発表しましたが、はい、現地時間2007年1月9日でした。この当時は iPhone っていう名前やってんて、ただのね、うん、その1も2もなく、1も2もなく iPhone、そうなんだ。なんかさ、アップル好きじゃないですか、うん、iPhone 好きでしょ。アップル信者。アップル信者、あのいつもここあのアップルのあの新しく新商品、まあもうすぐやと思うんですけどね、うん、大体9月とかにされるじゃないですか、あのニュースで取り上げられるところは、うん、いつもなんかのであの外国の方は、うん、ほんまに喜びを体で表すかのように「わ、うん」言って雄たけび上げとってやけど、うん、日本ってないですよねそれ、うん、日本人ってあんまりそんなせえへんやん、ね、んで何か関東の方とかでアップルのお店の前で並んで、はい、
3、2、1、わーでわーってやってるたまに映像か見るやんか、はい、痛いもんな。そうそうなんそうちゃうねんなみたいなあるよな。あれあるな。でもね僕ね、そうあのあれはほんまに、ね、海外みたいなね、ああいう人らの あれも取り入れてもいいんかなとか思ったりしてニュース見てます。もうあの喜びを体で表したいな思ってね。なんか照れてるやん。なんか僕はて、だから僕照れる方なんですけどね。だからあんなんできんけど、なんかさ iPhone 好きやから。いや俺は俺はソフトバンクでコソコソコソと考えてる。徹夜で何日前か並ぶとかそんなやせえよ。もう最初の頃は、はい、新型出てもないやお店に、はい、でももうお店に、まあ、在庫が出るようになってからこっそり買いに行くからこっそりね。だからあれはないですね、うん、一緒。だからなんか海外の野球とか見とってもスタンドの客がほらこうスタンディングオベーションの波うわーなるやんか、うん、あれも海外の人やから慣れてるというのもあるけど、かっこいいけど、あ日本人がやってもなんかわーなあー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 
は焼かれますもんね。いや、謎肉なんですよ、これ、ほんまに。っていうネーミングです。謎肉だし。まあ、あえてそう言うてるだけやろ。ですよね。うん、何もか、あ、丁寧に書いてません。うん、豚肉。ポークって書いてるやん。ポーク。ポーク書いてません。ポークエキス。はい。ポーク調味料。はい。僕の調味料入ってもうたもんだか。これ、ポーク入ってないよ。こっちにはね、あ、なんやろ、本、これって本品、本品、どっちですかね。うん、本品には、枠内が、色で塗られたアレルギー、物質が含まれています。これのこと、はい、なんか後ろになんかね、僕が見てるところに何か書いてあるんですけどね。原材料を見とっても、はい、チキンエキス、ポークエキス、はい、醤油、ポーク調味料、エキスなんですか全部。ポーク入ってないわ。入ってないの謎肉ですね謎肉やな。美味しかったらええやん。美味しかったらええ、まあ、ちょっとした食べる頻度が下がるかもしれん。誰かボロせえで。6個から3か。またあれですね、経済がちょっと落ち込みますね。いや、俺が仕事中に、はい、なんでラーメン食べへんかというと、カップラーメン食べへんかというと、はい、カップラーメン食べるってなったら、まずトラックで7割方食べるやん。はい、うん、食べる。ほんなら匂いがこもるがまず嫌っていうのは俺いつも言ってるやん。ほんで、うん、なら買って外のベンチ、うん、外のベンチで食べとっても、うん、あいつラーメン食うとるわって見られるやん。僕そこは分からんけど、うん、やっぱ、いや、そういう気にはなりません、自分がね、うんうん、でもみんなそう思ってるんですかね、やっぱり見たら。分からん。中さんが、僕が外で知らん、知らん、田中坊と全然知らんで、はい、俺知らん、おっさんで、ほんで俺がこうやって歩いてきて、うわ、違う、ラーメン食うとるわ、こうやって歩いてきて、何かおかしいって知らん、おっさんって思うや、やっぱり。いやいや、お前ラーメン食うとるわって
あれですね、ん、先見じゃなくて偏見の間の差し先生、偏見じゃない、じゃあ昔な、はい、もう俺がトラック乗り始めた当時、ババさんっていう歯医者マンやったけど、はい、もうちょっと怖いおっさんやったけどな、はい、ババさんがな、はい、お前らもうええもん食えっていつも言われとって、はい、でカップのラーメン食べるようになったかもしれん。でもやっぱあのその歯医者マンババさんね、あれなのかもしれませんね、うん、そのやっぱり何でも体が資本ですもんね、その僕ら仕事、うん、まあ誰でもですけどね、やっぱり当時4トンでも永久料もうとったの今思うと。いかほどですかも。いや、ズバリ。当時4トン乗っとったけど、はい、手で40とかあったで。やばいっすね、うん。やばかったで。俺が4トン乗ったと当時は、乗っとった時は、もう前も動画で喋ったけど、はい、東京都庁作ってる時やって。うん。もう東京都庁建設のラッシュやって。はい。だから、もう国用の部材。はい、国用で言うても、ほら、こうロッカーとか、うん、こう机とかじゃなくて、はい、この壁してる、僕壁は知らないですね。壁とかも運ぶね。こういう壁ね。壁とかも作ってるね。うん、あのこんなこう壁紙貼るんじゃなくて、はい、スチールの壁。はい。わかる？なんか廊下とかスチールの壁とかあるやんか。スチール、あのもうあのほんまにあのロッカーとか作ってるあのスチールの壁。スチールの壁をこう貼り付けてするなんかあるね。そんな。そういう部材とかを運ぶの。パンチしたらへこみますねそれ。まあ、パンチしたらパンチで部材運んで建設の時部材運ぶやん。で建物が今度出来上がったら今度ロッカーとか机とか運ぶから、もう都庁だけでもう毎日都庁。かっこいいですね。どっから運んで、もう関西から、伊賀から、あ、伊賀、伊賀とか藤井寺から、うん、もう積んで都庁行って、はい、下ろしたらまた伊賀に当日帰って、当日帰って、ま、毎日都庁行って。まあ、でもあれですね、そんだけやっておられたらそれぐらいもいや毎日都庁行っとって、はい、ほんまに、はい、もう朝起きたら都庁やで、はい、毎日ですね、明けても暮れても都庁やって、ほんで行くやんか、うん、で当時、はい、もう何が良かったかというと、うん、田中君が覚えてるこのカード、高速道路の、うん、あの高速のカードを打っとたしてる、ああの5万円とか、5万円とかね、うん、はい、プリペイド、あれ5万円買ったら8000円ぐらいついとったやんか、はい、僕でも知ってますけど、中、うん、さんの話から、うんうん、あのさらにそんなんがあったんやいうこと知ってます、はい、8000円ついてたんですね。そう、5万円を買ってしたら8000円つくから、うん、ほんならもう5万円なんかあっという間なくなるから、うん、8000円利息がもらえるの。会社には領収書出すやん、はい、高速乗った領収書、使用の領収書出して、うん、ほんでお金持ってて、うん、だから5万円のハイウェイカード買って、もうバンバン、もう一回言って、そ、なんかなんとなく分かったんやけど、うん、からくり5万円で5万8000円分の高速代、高速代が使える、使えるっていうことで、うん、どうやってそのリザイアというか8000円はどうやってもらうんですか。だから使った使用したら明細もらうやん、それを会社に出したらお金くれるの。ああそういうこと。その代わり、うん、5万は自腹で買ったんですね。自腹で買わなあかんねんけど、はい、もう自腹で買わなあかんから会社から借りて、はいはい、でも5枚も会社から借りられんから、1万円借りて、1万円の買ったら1000円か2000円ぐらい、それでも、うん、1万円でもなんかハイウェイカード金額つくの。そうか、そ、うん、買ってするから、だからドライバーとか一緒に走っとって、はい、いや自分ハイウェイカードはいいんですよっていうドライバーおったら、ほんなら俺建て替えとったるわって言って、ハイウェイカードを料金証おっちゃん渡して、ごめん後ろも一緒にこれ生産してって、おうおう、はい、どんどんハイウェイカードがどんどん消費されるから、はい、あの時うわうわやったあ、だからあれがバブルよ俺らのいいバブルですね。ほんまに、いや僕いいな、なんか僕バブルって味わったことないんか。ああ、あれはもう結構よくいい思いしたで。僕あ、はい、マルキングの部下です。え、マルキングで、マルキングさんで、丸竹の、あ、そうなんですか。あ、そうですか。今田中もです。あ、よろ、こんばんは、すいません、はじめまして。今日はあれです、これ田中のじゃなくて浩二君買いに行ったんです。僕ら欠品したから、もうもうちゃんところのね、もうちゃんところのなんで、ね、あ、そうですか。いや僕らもね、滝運送の時よう行っとったんですよ。あのベッド積みに、でも話しててベッドちゃうんですか。そうですか。いや
もう普段食べへんラーメンで、誰かも思ってくれたら食べとったんですよ。ね、もう6回ぐらいしか食べない。多分これ、今年で3回ぐらいです。そうですか、うわ。これ、あれです。ちょうどね、単純に撮影してたんですけど、いいんですか、ちょっと映っても大丈夫です。あ、ね、でよろしいですか。ちょっと、まだいます。ちょっとキーホルダー取ってきますわ。多分車に置いてると思うんで、ちょっと待っとってな。はい。ちょっと待っとって。すみません、なんか、ちょっと置いておきます。一回動画止めておきます。はい、どうやって入ってこれる、あ、そのあれなんですか、近く会社近くやって今帰って遊んで帰る。あ、そうなんですか。あ、単純にそう、まあ、僕らは僕いつも毎週高速ちょっと週末流してちょっとストレス発散する、それに付き合って持ってるいや、クラクション流してなんかさんで気づいてもらってなって言ってて、はい、私のマルキングが、あ、ええええ、会社が行ってはるとき、はいはいはい、そうですか。いや、鳴らすどころかね、もうこの目の前にいますね。積み込み取った時ね、お会いすることなくてね。あの時でも僕 YouTube やってなかった。そうです。やってなかった。まだね。うん、やってなかった。いや、はい。もうすみませんもん。お花と。もう普通のおっさん。ありがとうございます。中さんと。あとよろしくお願いします。ありがとうございます。僕らもラーメン食べたんです。すいません、僕にも生意気にも、もう僕の使用品なんですよ、これ。いいですか。すいません、まずは。いや、お前そう。全然、恋されるのは悲しいけど、もしもやれたら、これ。マッキンさんの分ないやん。うん、もうそんな。いや、うん。これはこれで。ありがとうございます。いいよ、もうすいません。またよろしくお願いします。こんなところ声かけられる。ちょっと青いだろ、もう一回ちゃった。ただ、ずっと喋っとった。あーでもない、こうでもない、嫌だった。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行こうか。オッケー。びっくりやね。